ゴールキーパーのペナルティエリア内でのポジショニング。ゴールキーパーにとって、ポジショニングは試合中の最も重要なスキルの一つです。特に、ペナルティエリア内でのポジショニングは、失点を防ぐための鍵となります。ゴールキーパーがどのように、ペナルティエリア内でのポジションを取るべきかについて説明されています。その基本的なポイントをまとめて解説します。1ポジショニングの基本。ゴールキーパーのポジショニングは、試合中の状況に応じて、柔軟に調整することが求められます。特に、ペナルティエリア内でのシュートに対して、ゴールキーパーは、ボールの位置に基づいて、適切なポジションを取る必要があります。1ゴールを中心に、半円を描く動き、ペナルティエリア内でのゴールキーパーの動きを、半円で例えています。ボールがゴールに近づいたり、遠ざかったりするたびに、ゴールキーパーはゴールを守るポジションを移動させる必要があります。この基本動作を理解することで、どの位置からシュートが打たれても、ゴールキーパーは最適な角度を守ることができます。2ボールの位置に応じた細かい調整。ゴールキーパーはボールがどこにあるかによって細かくポジションを調整します。ボールの位置がペナルティエリアの右、左、中央のどこにあるかによってそれに応じたポジショニングが必要です。特にゴール前ではゴールの両ポスト間の範囲をカバーするように的確なポジションに移動することが求められます。2ポジショニングの失敗と改善。ポジショニングの失敗は失点につながることが多いため、正確なポジションを取ることが非常に重要です。ゴールキーパーが適切なポジションを取れていない場合、シュートを止めるのが難しくなります。失点が発生した場合でも、その原因が技術的なミスなのか、ポジショニングの問題なのかを分析することで、次回の試合に向けて改善が可能です。3常に細かく修正する。ゴールキーパーは試合中絶えずポジションを修正することが求められます。ボールが移動するたびにペナルティエリア内でのポジションを正確に保つための動きを行うことが重要です。また状況に応じて相手選手や味方の動きにも対応しながら自分の位置を調整していく必要があります。結論、ゴールキーパーのポジショニングはペナルティエリア内での失点を防ぐための基本的なスキルです。ボールの位置に応じて半円を描くような動きを理解し、状況に応じて細かくポジションを修正することでゴールを守る確率が高まります。ポジショニングが正確であれば技術的なミスの修正にもつながり、守備力の向上が期待できます。